だいぶあの空港に早く着きすぎて出発まで2時間ぐらいあります。もうあのゲートくぐったんで中で待ちたいと思います。ゲートの中もちょっとしたお店があります。まあ、コーヒー店とかミニマーケット、それからこちらアクセサリーショップですね。あっちの奥の右手なんだろう、ちょっと高級そうなお店があります。ミニスーパーね、でっかい生ソーセージとかソーセージ売ってます。あれラウンジかな、なんかねラウンジっぽいですね。こちらはお菓子とかですね。あ、ここもなんかソーセージの絵とか描いてます。で、まあ、コーヒー屋さんとかカフェですね。あんまりがっつりタイ料理みたいなお店はゲートの中はなさそうです。あと奥は本屋とカフェです。で、このゲートの下になんかタイのお弁当とか売ってるとこがあるみたいで、ちょっと降りてみようかと思います。この2階建てですね、国内線の出発も。ここかな、このコーヒーショップにお弁当があるよってことかな。あとね、左手にもなんかあります。こんな感じでお弁当売ってます。こちらはカオソイ屋さんです。サーディーパー、これ三つともチキンカオソイです。カオソイ届きました。パリパリ麺なんですね。こっちにライムとかね、ついてます。いただきます。あ、下に柔らか麺が入ってる。ちゃんとね、下にあの平たい麺が入ってます。味はね、あのやっぱり日清のカレーヌードルです。味見してから入れます。辛いとね困るんで。辛いは辛いかな。でもあれみたい。あ、辛い。辛い。一瞬あのあれ、日本にあるよね、こういう、なんていうの、あの食べるラー油、食べるラー油かなと思ったんですけど、むちゃくちゃ激辛です。辛っ。入れんとこ。Right and transit belt is securely fastened. For retractable and open notice chair next to you. Oxygen masks like this automatically drop from the compartment above your seat. Immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask.
とムアンに帰ってきました。やっぱね、レッドラインできて便利になりましたね。あのバス停がちょっと遠かった時代からドームアン使ってたんで、電車で行けるなんてすごい楽です。やっぱね、バンコクの方がだいぶ暑いです。なんかね、ムワーっとします。あんまり取れなかったけど、下は国鉄が通ってました。ホームから空港が見れます。セイコーの時計です。じゃあ空が淀んでます。バンスーに到着しました。またメトロに乗り換えたいと思います。ここ普通にレッドラインの乗り口でした。来た時ね、あそこから乗れば早かったですね。電車で台湾から来たこっちのカップの人にむっちゃ見られました。なんかそんなわかるかな、俺わかんない方だと思うんだけど。下物産店やってます。でね、もうソンクラン直前なんでむちゃくちゃ人多いです。こっちの人もね、むちゃくちゃ見ます。またちょっとアフターユー行こうと思います。ここのターミナル21にも入ってます。すごい混んでるんで番号札もらいました。今ね、63番まで呼ばれてます。割とすぐ入れました。またこれにしました。いただきます。今日は普通のアイスアメリカン頼みました。なるちゃんはチーズを頼みました。めっちゃかわいい。今歩きながらロレックス売ってる人いました。スーパードライのこのシャツかわいいなと思ってちょっと見てます。今日はルンピニ駅のホテルに泊まります。タイもね、エスカレーター歩くなって書いてますね。2列で止まって使えって。でもみんなね、左側開けてるんで、なんか日本とね似てますね、その辺。さあ、ルンピニ駅着いたんで、こっからホテル向かいます。このセブンイレブンのコスメの多さです。みんなすごいね、美容とか気遣ってるんだと思います。キティちゃん、これでっかいボトルもあります。すげえ可愛いんだけど。屋台が出てます。これなんだろう、なんだろう、ソーセージかな。タイはなんか変化が激しいのか、 Google マップにまだ載ってないとことかいっぱいあって、あんまりね、当てにするとね、ダメですね。やっぱ日本以外の Google マップはあんまり更新がされてないような気がします。道路の反対側、ナイトマーケットやってます。なんか食べるところ困らなそうです。今日のホテル到着しました。どこ？あっち？これホテル？全然ホテルっぽくねえんだけど。
到着しました。ホテルは5階なんですけど、エレベーターがないっぽいですね。ちょっとしんどい。5階はしんどい。よいしょよいしょ。まあ、6階じゃなくてよかったですね。よいしょ。痩せれる。よいしょ。よいしょ。よいしょ。暑いな。こんな部屋です。冷蔵庫でか。冷蔵庫はでかい。エアコン、あはは。あ、シャワーとトイレが一緒ですね、もう。今日からしばらくこちらに泊まりたいと思います。冷蔵庫、水2本入れてくれてました。助かる。少ない。これは少ないな。少ない。少ない。こんなもんか。これいくら？これ80バーツだよ。320円でこの量か。高いな。少ない。袋の中に葉っぱが入ってて、その上にビニール袋に入ったラープが添えられてた。美味しそう。美味しそう。これでチェンマイ終わって、バンコクと、あと最終日のフアヒン、に向けて滞在します。じゃあ今日はこんなところで、ご視聴ありがとうございました。